髪が似合うジャニーズランキングを紹介します。キラキラアイドルのイメージが強いジャニーズですが、ワイルドでヒゲが似合うメンバーは誰でしょうか。16位、藤ヶ谷太輔、キスマイフットツー。端正なルックスと溢れ出る色気によってグループのセクシー担当と言われてきた藤ヶ谷さん、30代半ばとなりヒゲを生やすことで大人セクシー路線に開眼したのだろうか。ヒゲを生やした姿でメディアの前に現れることも増えました。ファンの間では藤ヶ谷くんのヒゲセクシー、髪型も相まって色っぽかった、藤ヶ谷くんの中身が大好きだからヒゲあっても気にならないといった好意的な声が多く寄せられています。15位、中島裕翔、平成ジャンプ。平成ジャンプはキラキラとしたアイドルグループといったイメージなので、まだまだおひげを生やすメンバーはいないだろうと言われていました。しかしミュージックステーションでひげを生やした姿で登場した中島さんの姿にファンは驚愕。しかしあまりに似合うその姿に SNS では好評の声が上がっていました。14位、桐山明人、ジャニーズ WEST。 ジャニーズ WEST の桐山さんといえば明るく面白いキャラで有名ですよね。顔立ちも犬のように可愛いのですが、2018年春に突然ヒゲを伸ばしたことで話題になりました。仕事のためにヒゲを生やすことになったそうですが、長い間ヒゲを生やすことがなかったので違和感があったそうです。しかしそう言いつつもヒゲを伸ばすことに男としての憧れを感じていたそうですよ。ファンからは大人の色気ダダ漏れすぎていると絶賛を受けていました。13位、安田章太、関ジャニ∞。安田さんといえば上演されていた舞台リボルバー、誰がゴッホを撃ち抜いたんだで主演ゴッホ役を務めてました。安田さんはゴッホを完コピしていると絶賛され、もみあげと口ひげがつながったダンディーなメイクで眉間にシワを寄せて憂いの表情を浮かべていたオフショットをツイッターにもアップしていました。その哀愁漂うオーラにファンからはゴッホさーん、やばいやばい、ワイルドイケイケヤスくんやないですか、ほんと別人みたい、ゴッホ感すごいなどの声が寄せられ、全身全霊ゴッホを憑依した安田さんに魅了されているようでした。アイドルの安田さんとは異なるワイルドな一面で、ますます安田さんにハマってしまう人が増えるかもしれませんね。12位、大倉忠義、関ジャニ∞。ジャニーズの中でもレベルが高い正統派イケメンの大倉さんの渋さと色気が増したヒゲ姿は破壊力抜群です。主演舞台雲女のキスでヒゲを生やした爆イケな姿を見て、さらに沼のシンクに沈んだというファンも多いはず。今後はヒゲ姿のワイルドな役柄もたくさん演じてほしいですね。11位、香取慎吾、スマップ。以前ツイッターにヒゲ伸びたとのコメントとともに無精ヒゲを生やし片目をインクさせた自撮り写真をアップした香取さん、大人の色気満載のショットにファンからはイケメンすぎる慎吾ちゃんのおヒゲ好きと絶賛のコメントが寄せられました。10位、二宮和也、嵐。ヒゲの印象がない二宮さん、しかし昨年公開した映画朝だけで共演した菅田将暉さんからは、二宮さんがタトゥーとヒゲってどんな感じだろうと思ったけどすごく似合っていてかっこよかったですと褒められていました。また二宮さんは自分でも新鮮でしたと、まんざらでもない様子でしたが、ヒゲはものすごく時間をかけないと生えないんです。本当に浅田さんくらい生やそうとすると年単位かかると思うと自虐で笑わせていたこともありました。9位、今井翼、タッキー&翼。ドラマ、おじさんは、可愛いものがお好きでの、ヒゲかけるチャラかっこいいファッションが最高に似合ってましたよね。推しキャラが、熊の学校というギャップ萌えすぎる設定にもキュンです。ヒゲを生やすと、渋い魅力が増して完成された大人の色気がダダ漏れです。8位、坂本昌行、V6。坂本さんは、ヒゲが似合うことでも、大変定評があります。ヒゲがないと清潔感が増しますが、坂本さんの場合はヒゲがあっても清潔感がそこまで損なわれない印象です。むしろ大人の色気が増し、彼の魅力を引き立ててくれているのではないでしょうか。ヒゲなしよりもヒゲがある坂本さんの方が人気のように感じています。7位、
松本潤、嵐。年々、大人の魅力が増してきた松本潤さん。ドラマや CM でヒゲを生やした姿はあまり見かけませんが、彫りの深い顔なので似合うという声が多々寄せられました。また、とても綺麗な顔立ちをされているので、どんなスタイルのヒゲでも似合いそうですね。意外と、伸ばし放題な武将ヒゲスタイルなんていいかもしれません。6位、堂本剛、KinKiKids。40代になっても、なお可愛らしいお顔立ちで評判の堂本剛さん。テレビ番組では、よくヒゲを生やした姿で登場し、ファンを魅了し続けています。顔のラインに沿ったもじゃっとしたヒゲが堂本さんらしくて良いとの意見が多く上がっています。5位、稲垣吾郎、SMAP。ダンディーヒゲのイメージで、名前が多く上がったのは、SMAP の稲垣さん。確かに、武将ヒゲというよりも、綺麗に整えられた鼻下のヒゲが似合いそうです。4位、岡田准一、V6。NHK 大河ドラマや、時代劇作品に多数出演したこともあり、ヒゲを蓄える機会が増えたようです。どちらかといえば童顔の岡田さんですが、ヒゲの有無で、ガラリと印象が変わるところも、俳優らしい一面と言えそうです。3位、森田剛、V6。V6 の神戦、カミング、センチュリーのメンバーとして、グループ人気を牽引してきた森田さん。俳優としても頭角を現し、特に、2015年の映画、ヒメアノールでは、狂気に満ちたサイコキラーの森田正和役を好演しました。役柄が憑依したかのような迫真の演技を見せました。いつの間にか、ヒゲが、定番のスタイルとなりました。どんどん増していく、渋みを生かした役柄が楽しみですね。2位、木村拓哉、SMAP。ジャニーズのアイドルグループ、SMAP の一員として CD デビューし、個人としても、歌手や俳優として、様々な舞台で活躍しています。キムタクの名を知らない日本人は、まずいないと言っていいでしょう。ヒゲのイメージはそこまでありませんが、ドラマや CM の役作りなどで生やした際には、視聴者に、強いインパクトを残しました。1位、長瀬智也、TOKIO。デビュー前は、サラサラヘアの美少年だった TOKIO の長瀬さん。デビュー後は演じる役柄も、相まってかっこいい路線を突き進んでいます。気がつけば、すっかりヒゲが似合うワイルド系のお兄さんになりました。2018年公開の映画、空飛ぶタイヤでは、公開直前イベントで、ヒゲにも白髪が生えてきたことを明かすなど、年齢とともに渋さを増しています。彼の素敵な年の取り方をお手本にしている男性ファンも多いことでしょう。以上、ヒゲが似合うジャニーズランキングでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。